はい、本日7月28日朝6時11分ですけども、 ADA の価格が15円になりました。ちょっと前までね、6円、7円、8円、10円、このフェーズを行ったり来たりしてたんですけども、解説させていただいた通り、14円付近までを抑えた、このね、今のチャートがありますよね。12円から14円の間で推移していたものが次のフェーズに移るトレンドを描いております。で、これからはね、14円から16円のこのフェーズに移ったんではないかなってことですよね。ですので、12円、14円で、特にね、13円付近で仕込む時期が随分長くあったと思います。この辺ですよ。この辺ずーっと仕込み時ですよ。で、仕込んでいるからこそ、この13円前後の価格っていうのは横に推移してた、揉み合っていたとも言えます。で、14円ぐらいで買った方っていうのは、利確して12円になったら仕込んで、で、利確して仕込んで、利確してって感じで繰り返していたんですけども、今、13円付近でずーっとね、バランスが拮抗して、これはブレイクの直前だということで、ブレイクが来たということですね。13円弱、12円87からぐっと一気に今16円をオーバーしたわけですよ。で、ここで軽く利確が起きております。で、もうちょっと値段が下がると思います。現在15円の02ですけども、14円の半ばぐらいまで下がったときに、またここでね、仕込みが起きるというストーリー書いてますね。ADA、今ね、上場後の ADA っていうのは非常に利益が取りやすいというふうに私は感じています。皆さんどうですかね。なんかこの ICO なんてのに目を奪われてはダメで、実はね、ICO なんかよりも、あんな当てずっぽうよりも、上場後のこの値動きの方が日々稼げるわけですよ。暗号通貨ではね、売りで取るっていうのがまだきちんと整備されてないんで私はやってませんけども、 FX では売りでも取って買いでも取ってって感じなんですよ。で、FX の理論でこっちの上場後の暗号通貨を見ていくと、まあね、稼ぎやすいと。特に1回天井をつけて高値をつけてね、ADA なんて1ドル超えたわけじゃないですか。そこからぐーっと落ちてきて、当時の価格の10分の1以下、20分の1ぐらいになったものっていうのは、そこからの、値上げのね、ポテンシャルがものすごいんですよ。で、そういった通貨、他にも XRP とか、イーサリアムとかあるじゃないかって言われますけども、あとはね、実体価格なんですよ。じゃあ、実体価格についてどういうふうに捉えるかっていうと、これ意見が分かります。私の場合は ADA が最強で一等地を抜いていて、他のものっていうのはそれに比べたら、全部足しても ADA の、半分ぐらいにも及ばないぐらいの価値だと、実体価値だと思ってるわけですよね。それはここではちょっとね、なんでそう思うのかってことを省きますけども、まとめるとそういうことなんですよ。で、ADA についての私の見解は、今までね、散々パラ2014年あたりからずっとね、動画の方でお話してきて、暗号通貨上級ニュースでお話してきましたけど、もうね、言うことはないです。今は着実にそのプロジェクトを一歩一歩進めてるところなんで、実現したりしなかったりところはありますけどもね、ステーキングですとかね、リニューアルとかありますけども、でも、概ね、思い描いた通りになっているんではないかなと思いますし、ADA ね、これからものすごく人気が出て、まだね、何に使うとか、どういうふうに使うっていうのが、まだ青写真的なところありますけども、ただ、多くの方がいろんな暗号通貨を手放して、この ADA に特化してくる時代が来ると思うんですね。ですので、今ね、10円とか16円って言ってるでしょ。こんなただ同然の価格ですからね、2円、3円で買うのも、10円、16円で買うのも、私は変わらないと思ってるんですよ。少なくとも1ドル前後に回復すると。今年年内中には30円とか40円ぐらいには回復すると思っております。そういうふうに考えて、今年の1月からの解説っていうのをね、改めてやりだしてるわけなんですけども、今のところその通りになってますからね。2円、4円の頃から私お話ししてましたけども、2円、4円で買うのは20円、40円で買うのと変わらないですよって、このフレーズ覚えてる方いらっしゃると思うんですけども、いや、本当にね、この10倍の差ですら誤差でしかないような購入単価なんですよ。2円、4円で買おうとも、ね、20円、40円で買おうとも、そんなに変わらないと。もう一切合切、全員、利確ができる、そんなところだというふうに私は思いますけども、皆さんはどう思うのか別ですよ。私の言葉を聞いてね、そんなわけあるかと思うの大いに結構です。皆さん一人一人解釈が違うわけですから。で、私の得ている情報量と、皆さんの得ている情報量と、私の情報の解釈力と、皆さんの情報の解釈力、当然違うんで、何を買うか、何を買わないかっていう判断が変わってきますね。で、私は思った通りに話してますけども、明日になったら判断変わってるかもしれないですからね。あ、ちょっと見込み違いだったとかね。そういうことが起きると思いますけども、基本的に私は FX の理屈で、このチャート見てますんで、長い目で見ると、大ブレはしないんだろうなと思いますね。そして肝心なのはね、全決済して撤退する時期はもう私内緒にしました。いついつ決済するよっていうことをずっとお話ししましたけども、
それをするとね、私の決算の直前に売る人が出てくるってこと、十分ね、承知してるんですよ。で、私の前決済の価格ってのは、もうかなりのものになってますんで、多分私の決済によって価格は下がりますんで、そのぐらいのインパクトになってるってことを、ご覚悟くださいませ。それでは本日は以上です。